こんにちは、あちゃんです。今日が、3月5日。あちゃん家のお昼ご飯は料亭厚みお刺身定食にしましょう。では、お刺身を切っていきます。よいしょ。お刺身を引くのに、まずね、これなんだろう。この前のね、お刺身、マグロ。ちょっとね、マグロはね、臭みが出てると思う。ちょっと生臭み出てるけどね。まあスーパーで買ったこんなもんです。コーヒーだわ、引きやすいかな。こんな感じ。あ、美味しいな。でもちょっとね、やっぱ生料理は無理かもわからん。生臭い、うるさいからね、あの子。で、サーモン、でもね、あのね、旨味は出てる。確かちょっと生臭みは出てるけど、旨味は前に食べた時よりも旨味は出てるね。こうや並べ方はね、ちょっとしたことでね。で、それでこれはイカとブリ、ブリちょっとひっついちゃってね。ああ髪がひっついちゃってる。クズみたいなやつかな。イカ、イカを、思ったよ、食べよう。うん、美味しい。これはね、縁側、縁側ね、縁側、これダメちゃう。ちょっとね、あの水分が吸われてちょっとスカスカにはなってんだけどね。紙ひっついてんな。あ、これダメだわ。紙ひっついちゃった。どないか取らな。紙食べられん。めっちゃひっついてよ。よし、ここは。これちょっと塩水で洗おうかな。塩水で洗いますわ。せっかくね、水分取れたんやけど。塩水でね、ちょっとちゃちゃちゃっと洗います。
うん、おいしい。ヒラメはね、ちょっと今日きれいくないけど、ひき肉、これをやったはんだけど、あ、わかった、ひき肉に合うね。よいしょ、ダッサイ、初心者みたいな話もだ。ちょっと骨やるか、じゃあ行くか、骨やるとね、ヒラメちゃんをこれ並べていきます。まだいっぱいあんの、ヒラメちゃん結構いっぱいあんの。結構いっぱいあるの、丸込んだけやんねんけど、刺身完成。ちょっとしなってるの。しそをちょっと散らしてごまかそう。イカのね、味噌があるね。味噌とイカ炭をどうしようかな、もったいないな、今日食べてしまうなあかんねんけどな。これから耳がね、食べやすい大きさに切らす。もう皮目くんもめんどくさいから皮口焼きます。これがくちばし美味しいんだよね。ちょっとくちばしね、硬いとこ取るわ。取りにくいね。これを取ってくちばし美味しいんで、大きく二つに切る。食べやすい大きさに切ります。足もこれでいいか。で、塩焼きが美味しいんやけどね、綿があるからどうしようかな。綿焼きにしようかな。今日夜使おうかな。
意外と大きいと思ったけどね、2日って食べてしまうね。よいしょ。これ何個叩いてもいいよね。これぐらい叩いて、おうちゅ、はい、これでね、イカの身カット完成で、ここにね、イカワタと炭があるんだけど、どうしたもんかいね。これまた夜使おうかな。いや、わた炭焼きしようかな。こうか。ね、ここ。OK。よいしょ。このね、この辺がイカの身。イカスミパスタとかさ、美味しいんだけどな、リゾットとか、うん、とか。今日はそんな時間じゃない、もう1時過ぎてんのよね。日が帰ってくるのもそうか、確かじゃん。ちょっと、役割申告行ったりね、ちょっと昨日のトラブルのね、あの最後の締めだけしに行ってきて、うん、まあ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 、うん、仕方ないね。はい、まっちゃんは別に何もないんだけどね、後ろ目立つもままないからそれでいいんやけど、うん、別に、何ちゅう、これ、色よね。白いうにゃうにゃしたもんとかね。卵巣とかね、そんなもんやね。胃袋とか。でも、胃のこういう、いいじゃね。イカのこういうものは食べられるんで。これも大丈夫。ちょっと気持ち悪いけどな。これ、イカの、わからへんけど。胃袋っぽいの、ちょっとやっぱ、してよ。白いクニクニしたやつとかね。ちょっと大きさだけ整えるのに。あと、皮とか。この辺クニャクニャしたもんね。もうここまでか。でも食べやすい大きさに。すごいグニャグニャして切りにくいんだけど。食べやすい大きさに。イカの皮やね、これ。ハサミの方がやりやすいな。うん。まあ、まな板がえらいことになります。はい。で、これで、作っていきましょうか。では作っていきます。フライパンに油。油を入れて煮かけます。ね、油がまあまあね、温まってできてないけども、具材を入れます。で、これに。塩、これ、冷凍庫に
ここにね。いい香りだったんだけど、今度はね、マヨ。マヨを引きます。マヨにします。マヨの中にイカ。これで絡めていきます。肝とイカスミの炒め物。ちょっとね、イカスミもったいないけどね、こんなたっぷりで。ほんまこれリゾットとかパスタの量があったよ。